お酒を飲む人は今日の腹筋やってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お酒を飲む人におすすめなお腹を引っ込める腹筋をたったの30秒一緒にやっていきましょう。今回のメニューはですね、各10秒で3種目、デッドバグ、逆プランク、V 字腹筋、この3種目をね、一緒にやっていきましょう。たったの30秒です。やり方を説明します。はい、まずね、逆プランクからいきます。手は胸でクロス、足伸ばします。ゆっくり倒れて腰を支点にキープします。お腹をできるだけ息を吐きながら、息は10秒間吐き続けてください。で、息を吸ったら今度はデッドバグです。手と足を肩幅に広げて、体を持ち上げて、できるだけ顔は上向きです。きつい人は下向きです。これで10秒キープ。で、最後にまた息を吸ったら、足で V を作って、起き上がって、10秒間息を吐き続けます。ということを今から一緒に30秒間頑張っていきましょう。では行きます。はい、デッドバグです。はい、起きます。皆さんお疲れでした。たったの30秒結構効きますよね。慣れた人はね、もう2セットぐらい頑張ってください。ですがね、たったのこれ30秒ですけども、お腹を引っ込める力結構使ってますから、やっぱりね、お酒を飲む人っていうのは、お酒は酸性の飲み物ですから、胃が結構ね膨張しちゃいます。なので、お酒を飲んだ日の次の日っていうのは、結構お腹がねチャポチャポするっていうよりも膨らんでるっていう感じにね、皆さん感じてると思います。この膨らんでいるお腹を抑える力は、腹筋ではなくて腹横筋といってね、一周回ってる腹筋になるんですけども、その腹筋がふーっとね、お腹をしっかり収縮させてくれる力の腹筋になりますんで、まあ、そのね、腹横筋をしっかり使う、今回の3種目の腹筋でした。いろんな腹筋がありますけど、まあ、それぞれの目的に合ったね、腹筋を組み合わせてね、やってもらったらいいんですけども、まあ、今回タートルはね、まあ、ビールを飲む人ということで限定で、まあ、今回3種目連続で紹介させてもらいました。まあ、これからもね、できるだけ少ない回数、少ない秒数で、割と効くっていう腹筋の種類をいくつか組み合わせてですね、アップしますんで、まあ、腹筋動画ね、皆さん好きだと思いますんで、ぜひどれも見ながらどれもやってみてください。ということで、今回腹筋の紹介でした。 SNS やってる方はよかったら拡散してください。今日もご視聴ありがとうございました。